はい、詐欺好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、サントリーの、グランゴールド、違う、グランドゴールドという第3のビール、こちら CGC というプライベートブランドですね。天然水 100% 仕込みです。飲み応え爽快、アルコール度数 5%、原材料が発泡酒、かっこ麦芽とホップと糖類と、スピリッツ、かっこ小麦と炭酸ガスとなっております。でですね、今日、こちら、包帯してるんですけど、今日、今日というか最近ですね、最近、悪い夢を見ました。最近よく見るんですけど、それでですね、夢の中で、思いっきりそいつに、パンチをしたらですね、現実でもパンチをしてしまって、壁が横にあるんですけど、寝るところのね、そこの壁にね、パンチをね、何度もそういう夢を見まして、合計10回ぐらいね、自分でね、壁を殴ってしまってですね、で、骨は折れてないんですが、小指の根元のあたりが、ちょっと、非常に痛いということで、今日整形外科に行ったら、ね、このように、固定されまして、はい。固定されました。乾杯。あ、美味しいじゃん。うん。うん。ちょっとやっぱ甘いかな。うん。それで今日ですね、事件が起きたんです。事件が。なんと。今日ですね、俺がですね、チャリで、ね、道路を、渡ってたんです。あんまり車が来ないね。路地で。チャリでこう運転してたら、前方右の方に、おばあちゃんがいてですね。で、その人も、チャリに乗ってたんですが、そのおばあちゃんがですね、青信号と間違えて赤信号なのに、そのまま直進してですね、行って、で、車がこう来るわけですよ。で、来て、その車に、驚いたのかびっくりして、急ブレーキをかけて、その後に、自分の体が、支えきれなかったのか、後ろに転倒しましてですね、頭をゴツンと、アスファルトに、コンクリートにですね、思いっきりぶち当たったんですよ。で、それを俺が目撃して、後ろの方でね。で、駆けつけて、おばあちゃん大丈夫ですかって言って、で、おばあちゃんがですね、いや、大丈夫、大丈夫とかって言ってましたけど。どう見てもですね、こんぐらいのコブができたんです。コブができてるんです。後ろの後頭部に、触ってみたら、明らかにね、コブができてるんです。こんぐらいのデカさの。これはやばいっていうことで、で、近くにいた人もですね、女性の方と男性の方で、近くにいた人が、おばあちゃん今見てたけどね、あなた思いっきりぶち当たってるから、コンクリートぶち当たってるからやばいって言って、通報、それでですね、救急119番通報を俺がして、そんで119番通報したんですよ。うん。で、救急隊員の人が、そこはどこですかって言われて、住所が分かんなかったんで、住所なんてそこら辺に書いてないでしょ。だから近くにあったスーパーマーケット。ちなみにこちらを購入したスーパーマーケットですね。CGC のね。そこのスーパーマーケットに行きまして、店員さんに、ちょっと救急車呼びたいんで、ここのね、番地、住所を教えてくれって言ってですね。それで教えてもらって、それを話して、とりあえずそこまで、救急車がね、
そこのスーパーに来るようにね、言って、で、10分後ぐらいに救急車が来まして、で、誘導して、そのおばあちゃんはね、まあ、見た目的には、ね、全然元気なんですよ。うん。普通に物喋れてるし、意識もしっかりあるしね。ただ、ピンポン玉ぐらいの、本当に、なんだ、たんこぶが、絶対あれ内出血してると思うんですよ。思いっきり後頭部で、後ろに倒れて、ゴツンと、アスファルトにね、ゴツンとぶつけましたんで、確実にね、やばいと思います。まあ、うん、多分内出血してると思うんです。だから頭だし、やばいんですよ。うん。まあ、それで、無事救急車にね、運ばれていきましたけど。まあ、90歳ぐらいのおばあちゃんがね。だから自転車乗るのっていうのはやっぱり、90歳ぐらいのおばあちゃんにね、車運転車に、ね、車じゃねえや。まあ車もそうなんですけど、自転車もね、本当に危険ですからね。だから、まあ周りのね、人がね、まあ下手したらこけたりするんで、老人はね。うん。まあ、自転車だったら、こう、自損で済むけどね。車だと、人殺したりとかしかねないですからね。まあ、だから、老人で、自転車を乗ってる人がいたら、注意してみた方がいいですね。うん。もしかしたら転ぶかもしれないからね。いつ転ぶかわからんね。転んで、で、頭打ったって言ったらもうやばいですからね。即救急車呼んで。まあ、関係ないですけど、関係ない、なくもないか。ニコ生のですね、ヨッサンっていう、生主がいるんですけど、その人はですね、なんだっけな、なんも、救急車、なんもね、怪我とかしてないのに、救急車を、自宅に、10回ぐらい呼んだんですよ。それで、逮捕されましたけど、ああいうね、気違いはね、やめた方がいいです。ああいう気違いは本当に、死ねばいいのにって思うんですけどね。だから、その救急車を呼んだことによってね、その、無駄なんですよね。当然無駄なんですけど。で、その時に、もし、なんか、事故とか起きてたら、で、他の命が助からない場合もありますからね。ああいうほんと、気違いの配信者がいるんですよ。気違いなね。まあ、あれは、業務妨害っていうか、公務執行妨害とかですよね。公務執行妨害でしょうね、おそらくね。だから、よっさんっていうの大嫌いなんだよね。クソ生主。今あれ、ふわっちでやってるんだっけ。まあ、とにかくね、そういったね、迷惑な行為をやめていただきたい。もう普通に懲役、10年ぐらいさせればいいのに。うん。いやー、それで、今日はちょっとあれだね。びっくりしましたよ。うん。で、その後に、医者行ってね、このようにされまして。で、今日は髪洗ったんですけど、シャワーのね、俺いつもシャワーだけ浴びるんですけど、まあ、髪洗うじゃないですか。ここにビニール袋を巻いて、そんで水をね、対策しながらね、左手だけで、ね、
シャワー浴びながら、髪洗いましたけど、大変だな、これな、右手。特に右手だからね、利き腕だから、きついわ。だから何するにもきついわ、これ。で、3日後ぐらいにこの包帯がね、また取れてくるので、取れてきたら、また巻きに来てくださいって。巻き直すためにもう一、また来てくださいって言われましたね。最近本当にね、よく殴る夢を見るんですよね。なんかすっげえムカつくやつが出てきて、で、俺が思いっきりぶん殴るんですけど、何回見たことかね、それで壁に何度も、10回ぐらい本当に、1ヶ月前ぐらいから、殴って、で、もう痛くて全然治んないんですよね。まあ骨は折れてなかったんですけど、レントゲン撮ってね。うん。まあ皆さんもね、まあ、まあでも、わからんからな。だって、夢ってさ、本当のことだと思っているでしょ、普通。ここは現実だって分からないでしょ。だから夢の中で夢だって気づくことってないと思うんですけど。まあ少なくとも俺はないんですけど。夢の中では現実だと思ってるから。だからいわゆる人をさ、殺したりとか、ムカつくやつを殺したりとか、あと女に入ったりとかできないんですよ。それが気に、あれなんですけど。だから夢でね、夢だって気づける人はいいですよね。ほんとやり放題。そこら辺の女の子、女子高生とかのパンツをこうパッて、スカートをめくり放題ですね。くそー。ほんとに夢って現実って思ってるからさ。で、タチが悪いね。そんでムカつくやつ、親父とかが出てきて、マジでムカつくやつばっかり出てくるんですよ。ふざけんなっつって殴るんだけど、壁を殴るっていう。で、それでもう起きるんですよ。痛くて。殴った直後に、痛えっつって起きるんですよ。あ、夢かよみたいな。ね。だから昨日なんて、寝る前にまた殴ると思って、軍手装備して寝ましたからね。軍手をすれば若干マシになるかと思って殴った時にね。殴った時のために、軍手を装備して、ね、つけて寝ましたけど。うん。これは結構美味しいですね。関係ないけどね。関係なくはないのか。今の話は関係なかった。グラ、ゴー、ルート。これ、パソコンの操作も難しいわ。右手使えねえから。飲み応え爽快、グランドゴールド。じゃあ、グランゴールドじゃなくて、グランドゴールドだった。CGC グループ限定。これ CGC ってのこれね、たまにあるんですよね。そういうスーパーがね。CGC グループを取り扱ってる。前、炭酸水動画あげましたけど、これの CGC の強炭酸水ってやつが美味しかったんで、しかも値段60円ぐらいで売ってたから、これはいいなと思ったんですけど。CGC はこれどこのあれなのかな？製造者サントリービールって書いてあるんですけどね。ああ。製造者サントリーって書いてるから、どこのあれなのか。プライベートブランドなのかよくわからへん。ご購入は CGC 加盟店でって書いてある。まあ、そこら辺にあるんですよ。たまーに。新潟で言ったらあれね。新潟で言ったらウオロクとかコメリとか、コメリは違うか。コメリではないか。あるんですよ。
でも本当に炭酸水60円ぐらいで売ってて、あの、うまかったしね。めちゃくちゃ安いなと思った。うん。CGC。CGC グループ。ね。割と美味しいです。うん。若干甘さはあるんですけどね。麦の旨味とすっきり爽快な飲み応えが楽しめます。だって。やっぱ糖類入ってるからね、若干甘いんだ。この甘さがなくなればいいんだけどな。若干甘いね。わずかに。わずかに甘いんですよね。わずかに。わずかにこの甘さがなければな、うまいんだけど。もうちょっとキリッとしてて、あの苦味もちょっとあってみたいな感じで、美味しいと思うんですけどね。うん。うん。あれだね。新潟県に、ある魚六とかね。魚六とかいう、スーパーマーケットがあるんですよ。新潟で有名な、うん、魚六ってやつね。そこはこの CGC、あれが売ってますね。うん。株式会社 CGC ジャパンだったっけ？ CGC って書いてあるんだけど、CGC って読むらしいんだよ、これ。これが、味噌。最初知らなかったけど、CGC って書いて、置きながら CGC ジャパンって、CGC って読むって。いわゆる、キューピーを、キューピーと読まずに、キューピーと読ませるっていう。あれもちょっとよくわかんないですけどね。なぜか、いわゆるキューピーって、マヨネーズで有名なね、キューピー。あれ、湯が大文字なんですよね。なのに、キューピーと読むって、読ませるっていうかね。あれ、なんてなんだろうな。なんでキューピーなんだろうな。なんか、わかんないけど、なんでなんすかね。キューピーと書いて、キューピーと読ませるという。謎理論ね。これ謎ですね。うん。やっぱちょっと甘いんだよな。この甘さをちょっと、なくしてほしいですね。まあそこそこ、まあ美味しいは美味しいけど、まあまあそこそこぐらいじゃん。まあ、四つ星ぐらいでいいか。はい、3334です。ご視聴ありがとうございました。